ひどいもんな。どちら今日は堀口恭司選手の応援とスコット・コーガーとベラトール最高戦の打ち合わせに行ってきました。まあ、堀口の活躍も日本でベラトールの大会をやるってこともスコットと話してるんで、それもやっぱ堀口の活躍があってだから頑張ってほしいなと思いますけどね。新道中になるから面白いことがあって大変でいいなと思います。お疲れ様です。あのさ、最近ってこう名前とかでネットでパッと検索するんだよね。はい、ああ、危ない。で、ライジンの CEO だっていうのがもうそこで検索して、はい、でちょっと調べるタイプって、はい、調べられた。でも何時間も出てこなかったらどうしようかと思いました。ね、おはようございます。おはようございます。着きました。今日はいよいよベラトール堀口バンタム級グランプリ1回戦、はい、パトリック・ミックスと。いや、楽しみですね。楽しみですね。日本にも来たパトリック・ミックス。日本からも結構ファンが応援してる。あ、なんか来てるんですよね。うん、ね、やってくれると信じてますけど、はい、はい、じゃあ早速中に行きましょう。社長、堀口です。ね、もう少し上の方かなと思ったらいきなりだったね。一発目です ね。でも会見の模様とかなんか見る限りはすごいグッドシェイプだと思うんだよね。すごい締まってる。まあ怪我もないしやってくれるんじゃないかな。からもう少し削るようなことをすればいいような気もするんだけどね。まあでもあっさりバック取らしちゃったね。まあ、多分そこに修正してくるな。まあまあそうだね。やっぱりでもよくパトリック・ミックスも研究してるね。堀口のフェイントとかにあんまり引っかからないし、堀口との打撃戦の間合いとかさ、やり取りが落ち着いてるっていうか、堀口の崩が崩せ全くちょっと崩すきっかけを与えてない感じ。まあ5ラウンドの長期戦も考えた展開だと思うけどね。うん、まあこの辺りから3ラウンド目ぐらいからね、もう少し動きが出てくる気がするけど、最後の肘でカットしたかな。そうですね、一発で。まあでも展開としてはパトリック・ミックスのが勝つとしたらこういう展開だよね。そうですね、はい、もうまさにつけてつけて後ろ回って回って回ってコントロールして、残り2ラウンド、ここからですか。これ今ライジンだったらもうブレーキ負けですよ。負けだね、3ラウンドで。そうですね、ここから4ラウンドで変わるかどうか。そうだね。なんか渋い感じ。渋いですね。確実にこのラウンドが取れたとかっていうラウンドがないもんね、今日。うん、そうですね、フィニッシュじゃないと負けると思うんですよ。これ、ラウンドバイラウンド？はい。もう5ラウンド行くしかないんで。そうですね。あとはトーナメントだから確実に勝つっていう戦法を取っても仕方ないですけどね。そうそう、ミックスが無理をしないんで。いや、全然無理しない。で、多分ミックス勝ってるんで、多分5は来ないですよ。5はまあ本当に無理しないと思う。そうですね、堀口無理して取りかないと負けです。ここで取られないことだよ。横
ちゃうんだよな。これはこのままやられたらやばいですね。これが得意だもんな。もう離れないですね。もう何もする気ないもん。そうですね、時間が止まらない、やられましたね。そうですね、うわ、完全にパトリック・ミックスのゲームでしたね。1ラウンドも教授らしい打撃を聞かせての展開がなかったですね。そうですね。でも48-47 覇気がなかったね。そうですね。まあ、でも社長のおっしゃるように大振りだったけど、大振りだった。もう少し確実に5ラウンドなんだから、もうちょっと、まあ、まあね、それはいろんな話があると思うけど。すいません。まあ、堀口がね、負けたことは残念だけど、久しぶりにベラトール見て、ハワイで見たの初めてだけど、でも熱があるね、本当、盛り上がってたし、まあ、本当、クリス・サイボーグっていう選手の、総合格闘家として、男子、女子関係なく、レベルの高さにちょっと驚きました。すごいいい選手、やっぱりね。盛り上がったね、まあ、チャンピオンとして見事な仕事した。お疲れ様でした。いやー、なんか、なんとも言えず、まあ、言葉は悪いけど、なんか、堀口としては全く5ラウンドの展開変えられずに、パトリック・ミックスがすごいやっぱ研究してたし、やっぱりこう5ラウンドと3ラウンド、もちろんサークルのケージでの戦い方もそうだし、やっぱりタクティクスっていうか戦略がしっかり立ててあって、パトリック・ミックスがすごくクレバーな戦い方、スマートな戦い方したのと、教授はやっぱりこうリングだったら全く違う展開だと思う。ただまあケージには、ね、USC も含めて慣れてるとは思うんで、そんなこと堀口は言い訳にはしないと思うけど、ちょっと残念な結果ではありましたけど、まあ、一番本人が悔しいと思うんで、ね、まあ、2連敗だけど、まあまあ、負けから学ぶことが多いと思うんで、ここからまた這い上がってほしいなと思います。クリスタイムもすごいわ、やっぱり男子の試合も含めて一番迫力があった。いやいや、すごかった。すごいね、やっぱ楽しかったね。ありがとうございました。今日はハワイからベガスに来ました。コロナなんですけどね、コロナ禍だけど、割とこの数年ベガスに来る機会が多くて、はい、はい、今回はカイもこっちにトレーニングで来てるんで、カイと会って飯でも食いながら、どんな状況を、はい、どうよとアメリカは、はいはい、楽しく激しく
エキサイティングにやれてるかどうかも含めて話してみようかなと。で、ここがシーザースパレスで、本当前も言ったかもしれないけど、ここまさにこの今壁になってるこの内側でプライドの1回目の会見をやりました。ここにアメリカのファンがみんな来てくれて、ここでアメリカにプライド has arrived っていうのを最初に、プライドを持ってきたよっていうことを最初に宣言して会見をやったのがここですね。1回目のプライドの大会のトーマス・マックセンターで2006年の10月にやってるんですけど、ピョードルとコールマンと、このホテル、シーザースパレスが僕らのホストホテルでサポートしてくれて、この緑の木が生えてるこの下で記者会見をやったんです。で、ここで全選手、出場選手並んで、一言ずつコメントして、で、ついにプライドがアメリカ上陸したよってことを宣言した場所です。まあ、すごく思い出の場所。ラスベガス、ドリーバー、フロイド・メイウェザーですよね、小林さん。はい、そうですね。新しいライジングスタッフの中井さんです。僕がまた女性と一緒にいると、くるみさんと同じようにですね、なんか、ちょっと怪しいんじゃないかと思われます。何にもありませんので。ちょっとメイウェザーのサプライズ、天心にサプライズをしたいと思います。なんかズームで天心選手とそう、プライドメイウェザー、まあメイウェザーがラストマッチ盛り上げたいにして、まあすごいな、メイウェザーがの言葉をというか自分が発信してくれることが世界中に拡散されるとかね、このタケル選手の戦が、天心タケル戦がね、そういう意味ではそういうプロモーションというか、そういう協力をしてあげるって言ってくれてるんで、ぜひ本来だったらね、天心もラスベガスに来てっていう時間が取れたりするとよかったんだけど、まあこのコロナ禍なんか厳しいんで、チームで繋いで直接2人が3年半ぶりかな、なんか会話してもらおうと思ってます。楽しみですね。やったとこ勝負なんで何も来なかったんですが、プロイドも来ないかもしれません。そうですまあ、そうだったら許してください。本当にすごく楽しみですよね。はい、どうですか、もう1ヶ月半だけど、だいぶ追い込んでんの？そうですね、もう毎日練習しかしてないっすね。ああ、そう。メディアとかないっすね。なるほど。すごい話題になってるからさ、はい、多分過去東京ドームでやった格闘技興行、まあそれこそ旧 K1 とかプライドの頃からもして、多分最も人が入ると、人数が、リングを組んだリングスポーツでは過去最大最高の人数、観客数だった。マジっすか、やばいよ、レコード塗り替えるよ。めっちゃ連絡来ますね。いや、俺ももう出ないようにしてる。僕も出ないようにしてる。もう全然覚えてない人とかからも連絡が来るから、まあでもそれぐらい注目されてると思うんで、まあ本当にあと1ヶ月半最高の状態に仕上げてもらえたらと思うんですが、
今ラスベガスに来てて、はい、ラスベガスに来た時に、はい、あのメイウェザーに会ったんですよ。メイウェザーに会って天心の話、まあ、あいつ会うたびに天心元気かってよく聞いてくるんだ。で この前2月に来た時にも天心の話をして、あのぜひ自分もその天心が最後のキックボクシング最後の試合であのタケルとやるっていうビッグファイト、タケルのことはあまりよく分かんないんだけどビッグファイトになるんだったらあの協力したいって言ってくれてて、今日この後天心に、あもう来ました、フロイド来ました、あのフロイドと3年半ぶりに直接話をズームでしてもらえる機会を、本人が応援したいんだって天心に。本当ですか。うん、はい、怖い。はい、今回ですね、あのフロイド選手の方がこういろいろとこうビッグファイトに向けたこう心意気だったりとかそういう部分についていろいろと質問に答えていただけるということですので、はい、ちょっと今回の試合に向けたメイウェザー選手への質問だったりそういうものがあればちょっとお願いしたいと思います。はいはいはい、うわ懐かしい、本当にあのメイウェザーさんのおかげで空中戦ができました。I'm proud of him. Keep up the great work. Good luck. 本当にチャレンジをし続ける天心選手をあの本当に心から誇りに思いますので、これからも続けて頑張って、グッドラックで、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうね天心。Thank you, thank you. ためになったでしょ天心。めちゃめちゃためになりました。めちゃめちゃためになりました。He said that this he earned so much wisdom from this group chat. He's so great.引き続き頑張ってください、トレーニング。6月19日期待してます。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございます。Thank you very much.すごいでしょ。これが何を驚いてるっていうと、時間通りほぼ時間通りちゃんとパンクチュアルに来てくれたことに驚いてるとまあでも協力してくれるからちょっとカイとなんか絡んでる、でもカイあのちょっと絡んでくる。メイウェザープロモーションの若い選手ちょっとカイの大きいけど、はい、ちょっとこうやってやってみるから道場破りと負けられないですね。やばいです。いやいやもう本気の選手用意しちゃった。ボクサーじゃないですけど、さきらさん大丈夫ですか、大丈夫ですか。僕ボクシングの試合したことないですか。一応日本語で手加減してくれとは言ってる。絶対伝わってないですよ。最悪じゃないですか。緊張感が出てきちゃったね。これドッキリじゃないですか。食べられたら準備が、心の準備ができてないですボクシングなんで。俺がボコボコにされるところで、公開処刑じゃないですか。ライジンの公式はひどいじゃないですか。いい経験ですよ。いい経験だよ。なかなか大事です。できない。向こうの選手のキャリアって どのぐらいなの。リトがチャンピオンだったよ。ミスターミチャリアは禁止。プロ2戦目を控えたなんか秘蔵っ子みたいです。で一応まあまあ向こうもすごい緩くやるんで、まあそんな感じだよっつったら、お前絶対嘘ついてるんだ、はい、本気でやれって言われました。はい、参りました。いやもう完全そうです。完全に英語でもやっちまえてた。展開がいろいろすごすぎてマジでつかめないけど、はい、とりあえずよくわかんないけどやりますわ。Oh,
初めてのボクシングのビデオ。そうですね。別物ですね。別物。ぶっ倒したかったですね。強かったです。いや、でも最初は軽くやるって言ってたのに、お互い結局、拳を交えるうちに本気になっちゃうっていう。戦う男の差がって言ったの。いや、でも楽しかったです、ね。楽しかった。よかった。素晴らしかったですね。これも一つのプラスに対して。めっちゃ聞きました。ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you very much. Okay. He's the most famous rising fighter. Kai Asakura. He is. Thank you very much. Yeah, he's a good opportunity. MMA fighter, but he's never fought boxing. It's his first time doing a pure boxing sparring, and you learned a lot from him. Okay, well, what I have to say is this. He's very, very tough. And we over here at Mayweather Promotions, as well as the Mayweather Boxing Club, is very proud of you. You showed that you can fight back, you're not a quitter, and you represent Ryzen. And of course, you know, Ryzen is family. I've done business with Ryzen now for so many years, so probably 5 years. We are gonna come over to Japan and support you. We wanna see you continue to go out there, win your bouts, and be the best that you can be. My guy right here, we're proud of him. Ryzen is number one. How you doing? まあ、でも、すごくハードな洗礼だけど、愛のある洗礼だから、よかったと思う。いや、いい、めっちゃいい経験です。まあ、我々と近い存在なんで、メイウェザーは。だから、また、会だけじゃなくて、他の選手たちも、チャレンジ、一歩前に踏み出す、その行動力があったら、今回ラスベガスに会に来て、
どんだけいろんなことが起きたのよ。自分の踏み出した一歩がとんでもない一歩になってるからさ。ダナホワイトに前だし、海がいなければ僕も紹介する機会がないじゃん。だからそういうのも含めてすごい良かったと思う。ラスベガス今の時期はサプライズが第2弾ですね。はい、まだ第3弾だったの。はい、第3弾はもっと楽しい、あ、楽しいサプライズになる。はい、楽しいですよ、はい、ね、はい、スティーブ・アオキトリさんとかを紹介して、ね、スティーブ・アオキのおタコ訪問とかできたらいいじゃないですか。うわ、やばいっすね、はい、それ、いけますか？いけると思う。よろしくお願いします、はい、はい、じゃあ今回のハワイとバスはどうでした？いや、最終的には非常に成果の緑のある、まあ、堀口は負けたことは残念だけど、でも本当に成果があった。やっぱり昨日もカイトも話してたけど、自らアクションを起こさないと、ずっと待っててね、こういう時代だから SNS でつながるんだけど、やっぱり直接人間と人間だから会うことによって生まれるチャンスとかさ、また新しいアクションによって生み出されるものがもっともっと想像以上に大きくなってくるので、それがすごく感じた旅だったなと思います。じゃあ一歩先に日本に帰ってます、はい、気をつけて。はい、じゃあね、はい、お疲れ様です。はい、気をつけて。